謎ゲージ参戦。その1、更新。エスピナスアシさんのスキルで、このスキルを付帯すると、左上に青いゲージが追加されます。モンスターに攻撃を入れるたびにゲージが溜まり、満タンになると攻撃を一度ひるまなくなります。レベル2になるとさらになぜか爆発します。ちなみに装飾品化されており、なんと1スロなので、もうナスさん装備は託せがないです。悲しいなぁ。その2、狼気錬成。アプデコリューイベルカーナさんの特別スキルです。付帯するとレベルに応じて独自のゲージが追加されます。攻撃時にゲージを消費し、ゲージが溜まっているほど高い火力の補正値が受けられます。脳刀を駆使する立ちや一撃が大きい体験と相性が良く、ここぞの一撃を最大ゲージで折舞した時の快感は異常です。火力もゲージの特別感も存在感強くて好きだぜ。その3、恐竜章。マガラさんとの戦闘や、恐竜装飾のスキルで発症するゲージです。このゲージは溜まりきらないことが重要で、攻撃を当て続ければ克服溜まりきると発症してしまいます。スキルで付帯すればゲージが出てる感染中も攻撃が上がり、克服後は回心率も上がるため、汎用的な火力スキルとして便利です。以上、どんなゲージもパワーだぜ。